こんにちは、スレアという梅ちゃんと梅ちゃんです。今日ね、ちょっと梅先生、ベロ先生、梅先生、ベロ先生、なんか教えてください。やだ。教えてください。やだ。なんか何？スレでどうやって雲を作るのって。どうやって雲を作るのか。うん、ちょっと梅先生教えてほしいんですよ。はい。なので、はい。はい、スプレアートイデンの教室です。あ、スプレアートイデンの教室です。イエーイ。イエーイ。OK OK いい、もういいよ、もういいよ、もういいよ、もう大丈夫、大丈夫、じゃあ大丈夫、大丈夫、ペロちゃん愛してる、ペロちゃん言わないで、じゃあ、ペロちゃん愛してるは言わされて言うもんじゃないじゃあ今日は雲の作り方を梅先生は教えてください。はい、 OK OK、 こんな感じよね。なんだかわいい。くもくもくも。ベロちゃん。ベロちゃん、やだー、もう死んだ、死んだ、梅ちゃん、もう中ん中、もう中、もう食べられる、もう中ん中に、やばい。とりあえずこれね、紙、紙ですね、これこうやって雲みたいにちぎってきます。こうやってね、こうやってちぎってきます。もうこれだけだよ。はい、もうここまでできればあとはもう誰でもできたも同然だね。これでずらしていく、ずらしていく、ずらしていく。で、やりすぎるとこれね、ここにね、溜まってるでしょ。溜まっちゃうからどうなるかっていうと、まあ見てて、ここまでこうやってから、そろ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 、あ、まだ大丈夫だね。あ、大丈夫だった。あれ、はい。で、ここも本当にめっちゃ溜まってるから、どこまでやれるかな。はい、ね、はい、ほらほら、垂れてるかな、ここ、ほら、見えるかな、見えない、見えない、ちょっと垂れてるでしょ。いや、綺麗だね、うん、これをね、ちゃんとこうやって綺麗にします。取ります。簡単でしょ、うん。で、じゃあちょっと雲の影を入れてみよう。青、青でちょっと、で、もう一回今のをやります。今度エメラルドグリーン、どう？うん、いい感じで、また雲を入れます。タンタンタン、はい、出来上がり、出来上がり、どうですか？簡単、簡単でしょ？簡単。スポンジをこういう風に丸めて、白をつけて、ポン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 、雲っぽいね。これをひたすら繰り返す。ひたすら繰り返す。ひたすら。2年ぐらいかな。ちょっと混ぜるね。はい。すごい。
じ。いい感じ。紙に書いたのはこんな感じで、これもベースにね出品するんでね、よかったらよかったらご購入ください。これいいね。月があるじゃん。はい。月に周りがめっちゃ雲が。オッケーオッケさっきのやり方ね。あ、そうそうそう、すごい綺麗。これね、こういうことね。綺麗、かわいい。かわいい富士山。ね。はい、完成。こんな感じだね。これとキャンバスと。わー、紙。はい、両方ね。うん、どっちもすごい綺麗だと思います。いいね。で、これ楽しいと思ったらチャンネル登録と高評価とコメントもよろしくお願いします。で、これはちょっとベースに販売サイトに載せていきたいと思います。まあ、絵描いたい人はこう、なんて概要欄から来てください。アディオス、アミゴス、バイバイ。